はいどうも瀬戸浩司です。今日ねすごい iPhone アプリが出たんでちょっとご紹介したいと思います。これマジですごいですよ。名前はサイクロラミックっていうのかな、そういう名前のアプリで、85円のアプリです。iPhone 用のアプリなんですけど、何するアプリかって言ったらね、動画撮るアプリなんですけど、これすごいよ。もうとにかくね一度見ていただきましょう。はい、これもうねすでにアプリ立ち上がってる状態なんですけれども、これねいきますよ。これ見ててくださいよ。これ GO を押しますよ。 GO、 はい GO、見ててよ。ほら、これ勝手に回り出してる。すごくない？ iPhone 5が勝手に回ってます。これね5で回ってんすよ。でこれ360度の設定にしたんで、今これ360度になったら勝手に止まるんじゃないかなって思います。すごくない？すごくないですかこれ。ほら帰ってきた、帰ってきたよ。でこうやってまた元に戻ると、ほらで、これここ押すとカメラロールが入ってて、これね再生すると、ほら音は入んないんだけど、音入んないよね、音入んないよね。うん、ほら360度勝手に撮れてんのこれ。ほら俺もいるよねこれね、撮ってる俺。すごくないこれ。はいリアマさん、はいリアマさん、はい虫クマを、はいこれね、リゼント君で、また綺麗なジャイアに戻ってきて、はい終わりと。すごいっすねこれ。これが今日ちょっと話題になってたんで早速使ってみました。これね、この地面が節のところ、ここでやると回んなかったりとか、あとここにコンバージョンレンズつけるとちょっと重みの感じが変わって回んなかったりとかですね。意外とデリケートっていうか、アナログなアプリなんで、結構回りやすいところでこうやるとか、いろいろ状況を考えてやらないと失敗することがあります。なので僕ね、結構何回か失敗してこんないっぱいになっちゃったんですけど、ちゃんとできると今みたいになると。いうことです。いやー、なかなか面白いアプリが出ました。これでみんなでね、たくさん集合した時とか、これで勝手に回して、アプリで動画撮ったりとかね、これね、ネタにもなりますよね。あ、またちょっと動いた今。今ちょっと動いたね。ブーってね。動いたね。はい。はい、今回ご紹介したアプリはこちら、サイクロラミックっていうアプリでした。立ち上げるとすぐにこういう感じでね、始まります。 GO を押すとバイブし始めます。でこの角度ね、360って書いてありますけど、これタップすれば720-1080と切り替えることができます。あとインカメラでもできます。こうね、はいはい、以上、バイブで自分でこうぐるぐる回って撮影してくれるアプリサイクロラミックっていうやつをご紹介しました。じゃあな。